安倍博信5月30日隊は、日本の実業家、三菱商事パッケージング代表取締役社長を務めた。政治家の安倍晋太郎の長男で、安倍晋三、岸忍は弟。1952年、安倍晋太郎、陽子夫妻の長男として、東京都に生まれる。成形小学校、成形中学校、成形高等学校を経て1971年に、 成蹊大学経済学部に入学した。1975年3月に成蹊大学を卒業、翌4月に三菱商事主源第3部に入社する。東京、広島、九州、トロント、ロンドン等においてビールや資材の取引及び事業投資先を総括する業務に従事した後、2004年2月に三菱商事中国支社長、2007年4月に 三菱商事執行役員に就任2012年6月から三菱商事パッケージング代表取締役社長を務めた2021年4月に同社長を退任同年6月には取締役も退任し同非常勤顧問となった同6月山へ行くのの社外取締役監査党委員に就任した田辺譲中子岸洋造岸信正 両子、岸信和、岸士忍新千代、佐藤秀介、岸信介、婿養子、信正養子、安倍晋太郎、安倍宗と安倍坊、吉、ため、安倍博士、安倍表女、陽子、安倍晋三、安倍晋太郎、本堂常次郎、静子、大島義政、秀子、西村正雄、西村健三、安倍博信、人、幸子、 牛尾二郎、牛尾梅吉、牛尾賢治、牛尾四郎、牛尾義郎。なお、水島愛一郎は広信について、本人著作の記載とは異なる東京大学卒業と記している。ありがとうございます。